次の試合です。フェイトさんの回と、ジダンさんのルイ。負けましたが、まあ、F 式は非常に良かったですね。いつか習得したい。さあ、こちらも対戦をよくしているでしょう。リブロス遠征のベイトさんとジダンさん。これまた貝類。貝と類しかいない。確かに今回の試合で大会かなりが3人もいたんだけどね、勝てませんでした。さあ試合は貝ちゃん側が押していく。オービットカウンターにならなければ痛くはないですが、正直見せられるだけでちょっと面倒くさい。ビジョンで逃げる。さあジダンさんはルイちゃんのこの強い部分を最大限に使ってくるので気が抜けないが、ゲージを使って倒しきり一本取っていく。さあニアの目どっちで避けながら攻撃。 EX セールズだったが避けてしまう。ダブルエリアル。投げてダブルエリアができずに立ち入りが出てしまう。ビジョンからヘルズ。これがカイちゃん。ダブルエリアルして傘手置き攻めは2円を重ねて何か動いてた。潰す策。おっとオービット当たんねえのかい。あっとエクシード発動。コンボを見せらなければ終わってしまうが、勝ったのはジダンさんの類。さあこれで オルルさんとアマネちゃんのじゃんけん。また類会です。ここでオルルさんが勝ってしまうとルイルイの決勝戦になります。じゃあこれが終わったら了解です。さあ、アマネちゃんカラーで見ていきましょう。1試合目トマホーク投げてジャンエが刺さる。ワンコイン入れていくのはアマネちゃんかい。ちょっと前転刈られると思ったがちょっと早かったか。突進クーダ見てから EX セルズ。拾い直しもしっかりと。さあお互い様子見。ワンコン入れられるだけでルイ側もかなり厳しいところになるが、2円入ってレーザー。
まあしかし塁側にゲージが2本あるのでまだまだわからない。ゲージを維持したまま勝てるのが塁の強さ。あと投げ柵側読まれている。ゲージを吐いてダメージ加速させて、あと裏回りビジョンで避けて、読まれているが繋がっていない。さっきのはちょっと危なかった。おっとジャンシー、ルイのジャンシーはマジで強いんでね、出るとね。下にちょっと判定が弱いですか。ビジョンは読んでいるが咎められない。ジャンビー、ゆくずは中断、しかしゲージ回収だが、ルイ側もまだまだワンチャンス。遠心地上で食らっているが対空かなみたいな。あーっとカウンターしたが触れない。ゲージがないから削り殺しは難しい。当たった当たった、危ねえ危ねえ危ねえちょっと危なかったが、ここからワンチャンス。レインボー、ゲージ体力を回復してビジョンで逃げられるが、まだ海側にちょっと体力の有利があるが、ここでワンチャンス。はい、 EX かさーて拾えない。暴れつぶしか、ジャンビーが通ったがコンボにはいけないが、これはもったいないぞ。あっとコンボができない、コンボができない。決めるっちゃゲージを吐いてしまった。さあ、いろいろとミスしましたが、立っていたのはルイの方。ボタンを押せば何かが起こるキャラ、それがルイです。あーと中断取ってしまった。これはね、なったのか。あーとジャンシータク側成功。とりあえず画面端ゲージを回収して手だ、ガードされている。表タクからしっかりミサイル吐いてダブルエリアル、ゲージは吐かず。さあゲージ、ルイはで 1.5 が表タク、ゲージ回る。勝ったのはアマネちゃんかい。さあ酸欠があるそうです。酸欠はオルルさんとフェイトさん。まあな、いやでもここまで勝ち上がってよ、あまりちゃんなら仕方がないね。西代表みたいになりましたね。さあ酸欠です。酸欠も貝類です。このゲームをよく表していると思います。貝類、サメがいないのがなかなか珍しいですけど。さあ1段目飛び込んでいったのはフェイトさんの貝、どっちで裁かれてしまうが、お互いワンコンボ、画面端の読み合い、投げ前転を買っていく。ジャンシー入ってゲージは吐かず昇竜、ゲージが出た。あーっとスライディング、ビジョンで逃げてドッジ、ゲージは吐かない。ゲーダン入ってこっちもゲージは吐かない。あとワンチャンスだが、エンディ投げ通って拾いがちょっとできない。おっとドジビーエクセルズ硬直に入ってしまう。これはゲージを吐いて倒しきり。
さあ、ニアの目6へ入ってカツ当てから置き攻めは下段、しっかりヘルス、ダブルエリアル成功。カツ当てして今度はドッジを警戒したがドッジだった。ドッジがチロハロ見える。あとお互いミスって一発、ドッジが見えるが対策は難しい。一発入ってエクシード解放。これは一発、二発目、死にはしないが、さあ状況的にはあーと3位はオルルさんのルイでした。さあ決勝です。あまり あまれここでまさかのあまれちゃんと対戦ってどれぐらい貢いだんだ。あまねちゃん攻略のためにギャンブルしちゃうんだよね。さあ、そうかそうか。さあ上り詰めました。カオスコードが強いのか。まあある意味名前的には因縁の対決でしたね。あまねちゃん、あまねちゃん、まずは程よく酔わせてください。あまねちゃん、さあ触ったのはあまねちゃん。はい、じゃあジャンシー、あまねちゃんがトマホーク投げて、あまねちゃんがミサイル投げてヘルズ、あまねちゃんがダブルエリアル。うわ、減った結構減った。さあ一生懸命お金を稼いでください。 EX 昇竜でとりあえずダメージを稼いでいく。攪拌だがまだ死なない。ここからさあ逆転もありえたか。まだ息があるか。延長お金いりますからね、延長ね、お金入れてくださいね。さあ2ラウンド目は一発、あーとエリアルにはいけない、ちょっともったいないところ。おーって、この対空が本当に強い。やっ、ドッジはしっかりガード。これはた、お相打ち、あー爆戦になってしまったが、もう一回ここからとりあえずレインボーだから追い打ちはできなくて、ゲージがさっきからガードですが間に合ってませんが、体力は5分。ジャンディまだわからないが、西が通ったが、このジャンディがね、裏回り、さあまだワンチャンスある。裏目切りはしっかり前提を潰すが、これは倒しは切れないが、からもう延長はできないよ。あと前転に勝ったのはあまねちゃん。最高のお友達でした。椅子歌おうか、カラオケで椅子歌おうか。またの来店をお待ちしてます。ああ気持ちいい。お酒飲む前から気持ちいいよ。
はい、ありがとうございます。じゃあはい、というわけで締めていきましょうか。無言でポンポンみたいなね。はい、というわけで締めていきましょうか。本日中野 TRF カオスコール無差別大会、32名参加していただきまして、3位が俺のルイで、2位が、チタンルイ、やべえ笑っちゃう。そして優勝がアマネちゃんのカイちゃんとなりました。改めておめでとうございます。はい、というわけで、第2、第3、第4、第5土曜日、19時より、中野 TRF、カオスコード無差別シングルを行っています。こちら、無差別大会参加100円で、行っておりますので、興味のある方はね、ぜひ参加の方よろしくお願いします。本日は本当に、あ、確かに、お、優勝商品、お、これ、ドリックは全然関係ないけど、これ面白いな。お、みたいな、あ、これ強そう、これ反応に困れば優勝商品です。はい、わーい、まあそういうのに目覚めてもいいんじゃないですかね。はい、はい、勝手に振っていく。はい、なのでベネ君が朗読すると思うんで、待っててね、みんな待っててね。むちゃぶりしていくっていうか、それ読む本なのか。それねえ、まあ読んでしまうとねえ、あの高い男の子はメイド服がお好きみたいな、高いな、ユノテンさん、超羨ましいって。これワンチャンあるで。だって覇者の試合で買ったらくれ。いいのかよ。いいのかよ。まあいいんじゃない、ただであげるで。この微妙に反応に困るみたいな。自分強いからって舐めとるわ。ちくしょう、舐めやがってぶっ壊してやれ。家族会議だよ。見つかったら家族会議やべえな。間違いない。はい、というわけでね、本日の大会はこんな感じでこれにて終了です。お疲れ様でした。はい、というわけでエジさん、設定の方をお願いします。今度は鍵がないとできないっす。よろしくお願いします。さあ、あまねちゃんに分からされちゃったね、じたんちゃん。あの全然、あのずっとあの自分の感じやってたから見てなかった、ごめん。あ、おい。おい、あ、あのなんか宣伝というか、そういうのがある。